この CGS チャンネル、神谷総平さんにですね、ちょっとお話を伺いたくて。もう本当に日本人の健康は相当害されてると、うん、まあ、うん、テレビなんかでそれ言ったら絶対も干されますよね。なんでテレビ信じてんのって話なんですよ。経済奴隷になってるなと、はい、ですけど、その奴隷から解放されるには、はい、どうすればいいのか。不自然な行為を行き着く最終的な場所があるんです、はい、こんにちは、自然中クラブの小崎です。今回はですね、この CGS チャンネル、ね、YouTube の、まあ、トップ YouTuber のですね、神谷総平さんにですね、ちょっとお話を伺いたくて、はい、このスタジオに来させていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まあ、神谷さんとの、ね、ご縁は、実はですね、その、まあ、吉村先生ですね、自然中にも出ていただいたり、まあ、あと人生のステージ理論のセミナーにもね、参加していただいたわけなんですが、吉村先生のご縁でですね、この神谷さんとお会いさせていただいたわけなんですね。で、まあ、そのこの CGS チャンネルでも、その結局基本的なコンセプトとして、その予防医学でですね、はい、そのたくさんのまあ、ゲストを招いたりと、はい、いうことなので、まあ、ぜひちょっと神谷さんに、はい、インタビューさせてもらえないかなということでお願いしました、はいはい。まあ、インタビューし合ってるって感じですね。そうですね、はい。そう、まあ、なんですが、まあ、とにかくここの、ね、チャンネルで非常に興味深いのは、やっぱりこの社会が要はどうなっているかっていうところを、うん、こうやっぱ、ちょっと俯瞰して見てるような形のチャンネルじゃないですか、はい、で、だからまあそういう意味で、その今これどういう思いでまずこの CGS を伝えられてるのか、ちょっと教えていただけますか。はい、 ありがとうございます、うん、僕は29から35まで、はい、議員を政治家をやってまして、はい、でやりたかったことはこう教育改革をやりたかったんですね、はい、うん、けれどもなんか街頭で訴えてても教育って言っても反応してくれる人が薄くって、はい、なんかそれよりもなんか自分たちの年金上げてくれとか、うん、なんかこういう施設作ってくれとか、はい、そういう声が大きかったんです、うん、でも僕はそういう新しいものを作るとか、うん、そのお金を増やすとかというためにも、うん、次の世代の投資っていうのをきちっとやらないといけないし、でまた日本人全体の意識がもっとこう、うん、なんていうかな、世の中全体を俯瞰してね、目の前のお金とか、うん、目の前のその人間関係とかじゃなくて、今世界がどうなってるかとか、うん、地球環境がね今どうなんだとか、うん、そういった視点結構海外の方持ってるのに、うん、日本人が結構その目線が低いというか、視座が低いんですね、はい、だからそういうところに一生懸命訴えてても支持が得られないわけですよ、うん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 、なんかそんなね大きな話はいいから、はい、もっと俺たちの目の前のことやってくれとか、なるほど、はい、一つの町のことだけやってくれって言われるんだけど、うん、でもそれじゃ問題の根本解決にならないから、うんうん、っていう思いがあったので、ね、そのさっきおっしゃった仕組みとかその俯瞰するっていうことを皆さんに伝えたかったんですけど、なかなかそれをですね、僕一人が言っててもしょうがないんで、確かにいろんな先生方を呼んで、うんうん、そういった先生方にこう濃い情報を発信してもらうことで、はい、皆さんの意識が変わる、そのきっかけを作るために作りました。なるほど、そうですね。じゃあ、まあね、そこの中に、まあ、いろんな、はい、まあ、歴史もあり、はい、政治もあり、はい、経済もあり、うん、でそして健康というそのテーマで、ね、伝えてると思うんですけど、はい、そのじゃあ健康というそのテーマで、うん、じゃあ今のこの世の中、はい、神谷さん自身は、うん、そのどう見られてますか。はい、うん、健康はですね、うん、もう本当に日本人の健康は相当害されてるというふうに思っていて、うん、僕世界70カ国回らせてもらってるんですけど、はい、その中でもやっぱり状況は悪いと思います、うん、発展途上国なんか行かせてもらうじゃないですか、はい、確かに衛生状況良くないように見えるんですけど、うん、食べ物は美味しいし、うん、パワーを感じますね、うん、なぜかって言ったら農薬も肥料も使ってないから。なるほど、そうですね。で、なんでって言ったらお金がないから。うん、そうですね。でも作れるんですよ。でも作れるんです、それで。うん、じゃあなんで日本は農薬と肥料をこんなに使わないといけないの、はい、って言っていろいろ調べていったら、はい、そこにいろんな利権構造とかビジネスの構造があることが分かったんで、はいはい、あ、結局日本人はなんかお金を稼ぐためにいろんなことやってんだなと。うん、だからお金がある、確かに日本人お金ありますよね、はい、日本という国がお金持ってるから、それが必ずしも国民の健康とか幸せにつながっていないっていうことはよく分かりました。なるほど、じゃあその世界各国を見て、でその今のこの日本現状を見ると、うん、やっぱりそのまあ不健康にやっぱさせられている環境があると、はいはい、でそれを私たち国民は
知らない人が多いかもしれない。知らないし、そういうことをこうあんまりオープンに、まあ、うん、テレビなんかでそれ言ったら絶対も干されますよね。確かに。だってスポンサー黙ってないじゃないですか。確かに。なるほど、ね、うん、もう食品のスポンサーとか言ったら、うん、もうやめろよとか、うん、もう添加物とか遺伝子組み換えの話すんなよみたいな。やばいですよね、うん、そうか。まあだからそういうふうにこう、まあ、見て、まあ、あの薬っていうね、まあ、西洋医学で言ったら必ずその、まあ、薬を使った治療というものがあるわけですけど、はい、まあ、これまでね、うん、そのまあ、精神科医の、はい、先生とかも招いたりとかしてましたけど、はい、うん、その神谷さん自身はその薬についてどうお考えですか？薬っていうのは人間の体を傷つけるものだという前提を持ってます、うん、だから例えばもうどうしても頭が痛くて耐えられないっていう時に痛み止めを飲む、これは薬のいい面だと思うんですよね、うん、だけど例えばがんになったから抗がん剤でとかっていうのは僕は一番やっちゃダメなことだと思うんですよ、うん、結局病気とか体の不調ってある意味サインなわけですよね、うん、悪いもの食べてますよとか、うん、生活習慣間違ってますよとか、心の持ち方間違ってますよっていうサインがせっかく教えてくれてるのに、うん、それを殺してどうするんだと、はいはいはい、そうじゃなくてそれを受け止めながら、うん、あ、教えてくれてありがとうと言ってこう生活を変えないといけないのに、うん、ね、習慣とか考え方とかやり方変えないで、うん、それを薬で殺したら、まあそれは悪いのも死ぬかもしれないけど他のも死にますよね。まあ間違いないですね、はい、そうだからそこが依存マインドっていうか、はい、そのまあ薬で治してくれるみたいなところで、はい、でも本当は自分がやってきた行動行いライフスタイルというものが今の結果にあるにもかかわらず、はい、それをまあ対処療法ですね、はい、対処療法しながらでも自分自身のやってきたことを見直さない、うん、はい、そんなことがやっぱ起きてしまってるってことですね。そうなんですよ。で、うん、その情報の出口がテレビだったりするわけじゃないですか、うん、はい、じゃあなんでテレビ信じてんのって話なんですよ。テレビを信じる根拠が何もないのに、うん、はい、なんか、うん、それこそ公共放送、まあ、名前言いましょうか、 NHK が正しいとかって盲目的に信じてるわけですよ。その通りですね。ね、うん、なんとかもんたか正しいとかですね。はぁ、あ、みたいな、うんうん、ですよね。そうかそうか、まあ、だからそういうところで、まあ、今のその世の中のこの疑問、はい、みたいなものっていうものをやっぱ感じられてるわけですよね、うんうんうん、でじゃあそのね、そういう日本そのものがこう、まあ、何かそのまあ利権なりね、はい、そのまあビジネスっていうものにこう関われてきた時に、はい、このまあ今の日本 の、 そのまあこう支配というか、はい、その構造的にはこうどう見られてます、はい、うん、いやもうだから結局、うん、まあ、悪い言葉で言えば経済奴隷になってるなというふうに思いますね、はい、うん、昔は例えば16世紀にしましょうか、うん、ではアングロサクソンの人たちが武器とか銃を持ってね、はい、あの平和に暮らした人たちをみんな虐げたり絶滅させたりしたり、はい、うん、あとは奴隷にしてね、こぎ使っておい働け働けっつって上回れたじゃないですか。 でもそれだとダメだということが分かったわけですよ、うん、それを教えたのは日本人なわけです、うん、要は肌の色が違うからって、はい、奴隷にしていいわけじゃねえんだよと、うん、でそれだったら俺たちも怒って戦っちゃうよっていう、うん、その反骨心を見せちゃったわけですよ、うん、そうなると学習してですね、あ、そうかと、うん、これは物理的に抑え込んでも反乱が起きるから、うん、経済的な仕組みの中で働かせて上回り跳ねるというふうな中に押し込めとけば分かんないと、うんうん、いうふうに多分賢い人が考えたんでしょう。そうですね、うん、で日本は戦争に負けましたと、うんうん、ってことは あるシステムに組み込まれたわけですよ、うん、そこになんか日本の哲学とか精神性とかは、ね、うん、一旦もう置いとけと、そんなもんが持ってるから戦争になったんだっていうふうにすり込んで、うん、その通りですね、その経済の仕組みの中に入れて、うん、で確か日本もお金は必要だったので一生懸命働いたんだけど、うんうん、いつの間にかそれに組み込まれたっていうことすらもう忘れてですね、うん、反骨心も失って、うん、もうその、うん、飼いならされた環境の中で、まあ、自分さえ良ければいいかというふうに盲目的になってる人が国民のもう半分以上ですよね、うん、まあ、僕はそれだったらもう経済奴隷ですよと。そうですね、だから、うん、あの進撃の巨人じゃないけど、うん、ウォールマリアの中にいたら安全だみたいなですね、そういうマインドを捨てて壁の外に調査兵団出してですね、はい、本当の世界がどうなってんのかということを、これ怖いんですよ、壁の外出ることは怖いんだけど、うん、あのでもそれをやる勇気を持つ人たちを増やしていかないといけないなと思う。じゃあね、具体的に、まあ、これでも非常に共通した概念にも行き着くんですけど、はいはい、じゃあ私たち、ね、うん、あのはこの中その、ね、はい、まあ、ある意味経済奴隷なのか、ね、はい、もしくはその、まあ、薬漬け奴隷なのか分からないですけど、うんうん、その奴隷から解放されるには、はい、どうすればいいのか、神さんどうお考えですか？僕はね、うん、あのまあ
自分の会社名でもあるんですけど、意識改革、はい、要はまず自分のマインドを変えないといけないと、うん、じゃあマインドを変えるにはどうしたらいいかっていうと、2つ方法があると僕は思ってて、一つは入ってくる情報を変えるということですね、うん、はい、だもう一つは自然とより近くに行く、うん、要は自然の中で過ごすとか、うん、より自然に近いものを食べるとか、うん、要は自然と調和というか、まあ、もっと言えば宇宙でもいいんですけど、はい、要は僕らはこう自然環境をこう宇宙の中で生きてるわけですよね、うん、それにこうより近づいていく、うんうん、それによって実は意識も変わるんですよ。なるほど、そういうことですね、うん、だから情報の取り方を変えるということと、うん、そういう、まあ、おっしゃるとの習慣ですかね、うん、この習慣を変えてより自然に近いところにこう人生を持っていくと、うん、なるほどね。あそこのポイントで言うとね、やっぱりこう、うん、その私たちってのは自然な行為、はい、ね、まあ、これはまあ見える力見えない力も同じなんですけど、はい、自然な行為をしている時っていうのはその自分の人生の道があった時にね、はい、こうずっと歩いていくとこう後ろから風でね、うん、押してくれるんですよ、うん、だけど不自然な行為をする、はい、不自然な思考を持つ、はい、不自然な、行動をすることをするみたいなことをやるとだんだん道からって外れるんですよ、うん、で外れてきた時にどんどんね向かいが向こうからね風がこう吹くんですよね、はい、で向かい風になって実はそれはそのおいお前そっち行くんじゃないぞっていう、うん、教えてくれてるサインなんですけど、はい、それがどん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 外れていけばいくほど、うん、その風がどんどん強くなるんですね、はい、でもその行き着く最終的な場所があるんです、うんうん、はい、それどこかって言ったら病院なんですよ、うん、なるほど。不自然な行為の継続の結果っていうものがその、うん、その自分の人生 その人間関係とかそういうものも含めてなんですけど、うん、最終的に病、はい、気の病になってしまうということですよね、うん、だからね、うん、僕本当にテレビ見ないように してるんですけど、はい、たまに見るとテレビが不自然な方向に人を引っ張っていこう引っ張っていこうとしてるのがよくわかるんですよ。そうなんですよね、気づくとね、うんうん、だから僕はもう周りの人はテレビ見ない、うん、方がいいよと。そうですね、でいうことで僕子供生まれたんで、うん、もう子供にテレビ見せないようにテレビどかしてるんですけど、うんうん、もしくはね、うん、だからテレビの見方が分かってればいいんですよ。まあもちろんそうそうそう、おっしゃる通り。見方が何の意味合いでそれを伝えてるのかなっていう、うん、そこは見れば、はい、あこの人たちの考え方が分かるっていう、ね、そうですそうです。だけどそうやって見れる人がやっぱり少ないので、そうですね、うん、だから子供はだからそれの免疫がないから、うんうん、僕は10歳ぐらいになったら見方を教えて見せようと思ってるんですよ、はい、だから社会のこと知らないといけないからね、うんけどもその免疫がない段階でいきなりボーンとそういう過度な情報を与えちゃうとそっちにマインドセットがされてしまうから、うんうん、なるべく自然の中でこう自分の頭で考えるっていうことを習慣づけたい、うん、なるほど、わかりました、うん、なるほどね。じゃあ、まあね、ちょっとこの自然中クラブを見てる方に最後にね、はい、そのまあこれからね、はい、どういうようなまあゴールなのか、はい、その目標なのか、うん、それをちょっとこうお伝えいただければと思いますが、うん、そうですね、まあ、大きな話にすると、まあ、今は世界人類がですね大きな岐路に立ってるんじゃないかなと思ってるんですよ、うんうんうん、それこそあのさっきの小崎さんの話言葉を借りれば不自然な方向に人類がちょっと進んできたと思うんですね、はい、でそれで地球とか、まあ、自然がですね警鐘を鳴らしてるような昨今だと思うんですよ、うんうん、はい、だからそれに我々もう一回気づいて、うん、方向転換とか意識転換をしないといけないんですね、うん、でその時にどの民族っていうかどの国民が一番それに適してるのかっていろいろ世界を見て考えたんですけど、うん、僕なんだかんだ言って日本人がその責任になってんじゃないのかなっていう自負が若干あるんです日本人として、はいはい、というのも世界で一番長く一つの、うん、まあ、あの天皇家でもいいんですけど、まあ、一つの民族でもいいですよがやっぱり調和しながらいろんな渡来人を受け入れながら続いてきたのが日本なんで、うんうん、ここには知恵と伝統と慣習が残ってるはずなんですね、うん、僕らの DNA の中にも、うんうん、っていうことは一番知恵の蓄積されている国は僕は日本じゃないかと、そうなれば日本こそがやっぱりそういった精神性のこととか食のこととかあの人としての在り方とかね、うん、そういったことをこう発信していく、うん、そういう責任をね担ってるバトン握ってんじゃないかっていうような自負がありますと。ただ、さっきも言ったように、とはいえですね日本人がそういうことに気づいてる人が半数以上かっていうと全然そうじゃなくて、うん、半数以上は、まあ、別のマインドセットが入ってるわけですよ。その通り洗脳ですね。そうですよ、はい、それを外していくことが必要だと思ってるんです。だからマスに対してこうやって発信するとともに僕はもうちょっとミクロなところでそれこそ出会ったきっかけなんですけど淡路島にそういうことが気づけるようなコミュニティが作れないかなと、はい、自然の大切さとか、うん、日本精神とか、食べることってどういうこととかですね、うん、あとそう自然とその共存する、はい、そうですね調和しながら生きていくライフスタイルってどうなんだとかっていうことを感じれる場所を作ろうと思っていて、はい、それはね
本当に何百人かぐらいで作れると思うんですよ、うん、だからもうこうやって口でごちゃごちゃ言うより、そこに行くと、それこそまあ尾崎さんも出かったらまたね、はい、日本に持ってきたらそこに来てほしいわけですよ、はいはい、面白い人がいると。そうですね。でなんか彼らは非常に元気だと、うん、そうそうで楽しんでると、うんうん、だからなんか俺もこういうようになりたいと、うんいうふうに言うのが一番早くて、なんか小難しいこと言ってね、あんた洗脳されてるよって言ったらみんな怒るじゃないですか、うんうん、もう洗脳されてる人が怒るわけですよ。そうですね、うん、認めたくないから、うんうん、だから口で言ってもしょうがないんで、そうじゃなくて、そう北風と太陽でね、あんたダメだダメだっていうのは北風ですよ、うんうんうん、そうじゃなくて、あれなんかこれ楽しそう面白そうみたいな、うん、この太陽政策をですね、いいですね、こう作っていって、うん、そこに来るとなんかいろんなことに気づける、うん、自分もそうなりたいと自然に思う、うん、そういった場所を、まあ、まず淡路島あたりに作って、はい、なぜなら淡路が日本で一番最初に生まれた場所だからですよ。ああ、なるほど。国生みのね。はい。で、もう一回国生みをそこでやって、うん、それをどん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 こう日本中に広げていき、はい、で、日本全体がなんと気づいたら、うん、世界の方向性をもう一回変えれるですね、うん、大きなリーダーになれるんじゃないかなと。いいですね。壮大なんですけど。まあ、僕もね、その前回ちょっと淡路島行かせていただいてね、はい、まあ集まってる人たちで、やっぱりね、なんかこう自分自身の未来、ね、夢っていうものがある時に人って生き生きワクワク、はい、そしていいエネルギーが出てくると思うんですよね、うんうん、だからそこが今この現代社会であると これを忘れちゃったんですよ、はい、この夢なりたい自分、はい、そして理想の人生みたいなものがなくなっているわけなんで、はい、だからそういうものがね、そういうコミュニティとして集まって、うん、いくと、うん、そのいいエネルギーが、ね、はい、こう徐々にこうやって広がっていくんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そうなんですね。はい、わかりました。まあね、まあ、ぜひね、その今後もね、はい、頑張って配信していただきたいし、はい、意識を変えていただきたいと思ってますので、はい、まあ、ぜひね、この、まあ、CGS のチャンネルですね、YouTube チャンネルと、あとはですね、石垣改革大学ですね、はい、そちらの方もね、この動画の下にですね、リンク貼っておきますので、ぜひ、確認していただければと思います。はい。じゃあ、それではですね、今日はですね、CGS チャンネルの神谷壮平さんのですね、インタビューをお伝えさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。